AT&T ワーナーメディアワーナーブラザースワーナーブラザースエンターテインメントはアメリカ合衆国のエンターテインメント企業ワーナーメディアの子会社本社をカリフォルニア州バーバンクに置く映画制作配給部門のワーナーブラザースピクチャーズテレビ番組制作部門のワーナーブラザーステレビジョンアニメ制作部門のワーナーブラザースアニメーション家庭用映像ソフト部門のワーナーホームビデオ アメリカンコミックス出版社の DC コミックス2006年に CBS と共に立ち上げたテレビの全国ネットワーク CW テレビジョンネットワークを所有する日本法人はワーナーブラザースジャパン合同会社ワーナー映画の予告編に登場するハリウッドのワーナースタジオハリー、アルバート、サム、ジャックのワーナー4兄弟はポーランドからの統系、ユダヤ人移民労働者であった 19世紀末に両親と共にドイツハンブルクを経てアメリカ大陸に渡りカナダのオンタリオ州ロンドンに移住し全部で8人の兄弟姉妹が貧困の中で父の経営する靴修理屋を手伝いながら生活していた兄弟はそれぞれの趣味と才能を伸ばし長兄ハリーは店を拡大ジャックは歌手として修行に励みサムは職業を転々とするが20世紀初頭の映画の 創世時、ハリーはその魅力に取り憑かれて、映写技師となった。彼は1903年に兄弟と工業会社を組み、ジャックのパフォーマンス付きで映画工業業を開始、オハイオ州やペンシルベニア州の鉱山町を巡業した。同年、ペンシルベニア州、ニューキャッスルに劇場をオープン。その後1904年、ピッツバーグで配給会社を設立しエクスチェンジ業に進出して、収益を上げた。 しかし1908年、発明王、トーマス・エジソンが映画配給を独占するトラスト、モーション・ピクチャー・パテンツ・カンパニーを設立したことで、映画館は大きな打撃を受ける。エジソンは、保有する多数の映画関係の特許を盾にし、トラスト参加各社の作る映画を上映するたびに、映画館から料金を徴収した。トラストの圧力によって、多数の映画業者が配給網を断たれ、 ワーナー兄弟も一度は業界から手を引く。1922年のハリウッドのスタジオ群しかし、映画制作の夢を秘め続けたサムは、再び兄弟を説得して1918年にハリウッドに映画スタジオを構え、ハリーたちはニューヨークで資金調達や配給を行った。1923年、ワーナー兄弟は、ワーナーブラザースピクチャーズを会社登記する。 映画制作の最初の一歩は、脚本家、アベリー・ホップウッドの1919 19年のブロードウェイ演劇、ゴールド・ディガーズの権利購入であったが、会社成長のきっかけは、第一次世界大戦後に、ある兵隊がフランスから連れ帰った一匹の犬、リン・チン・チンであった。この犬を主人公にした映画、名犬リン・チン・チンシリーズは1924年以降26本作られ、 ハリウッド有数のスタジオへと押し上げた。これらの成功によりウォール街からの投資を受けるようになり、1924年には同じユダヤ系資本のゴールドマンサックスから巨額の融資を得た。この資金で1897年以来の歴史を持つハリウッドの先発スタジオで全国規模の配給網も所有していたバイタグラフを1925年に買収、さらにラジオ放送にも進出し、 ロサンゼルスの KFWB をはじめいくつかの都市に放送局を誕生させた。また映画業界を荒れ狂っていた劇場建設、買収の競争にも参入した。ジャズシンガーバイタグラフが進めていた音声と映像が同期したディスク式優勢映画システムバイタフォンの開発を引き継ぐこととなり、1926年よりこのシステムを利用して音楽や効果音のある 優勢映画の制作を開始。1927年10月には、これをさらに進め、部分的にセリフのある、世界初の長編映画である、ジャズシンガーを配給した。これが、トーキー時代の幕開けであり、これは、ハリウッドにセンセーションを巻き起こす事象であったが、ジャズシンガー公開前に、トーキー開発に熱心だったサム・ワーナーが死去。彼の葬儀のため、ワーナー兄弟は、 ジャズシンガーのプレミアに出席することはできなかった。この映画の成功で得た資金により、大手配給会社スタンレーを1928年に買収し、スタンレーが3分の1を所有していた、ワーナーのライバルである大手映画制作、配給会社ファーストナショナルの買収に大手をかけた。ウィリアム・フォックス率いるフォックスフィルムとの激しい、買収合戦の末、1929年に、 ファーストナショナルの経営権を得ることに成功したが、大恐慌が映画業界を直撃、ファーストナショナルと合併し、同社がバーバンクに所有していたスタジオに移転した。裁判所より合併を認められたが、1938年まで、毎年何本かの映画を、ファーストナショナルの名義で制作、配給するよう要請され、その後30年間にわたり、ワーナーブラザースイコールファーストナショナル名義での、 制作が行われた。1928年、世界初の初の全編音声付き陶器ーー長編映画、ニューヨークの明かりを制作し、成功を収めた。1929年、テクニカラーを使用した、エロ代行新曲を制作。それまで、錦色式カラー映画や無声テクニカラー映画は、発表されていたが、全編音声付、全編カラー映画は、これが最初だった。同年、 同様のカラー映画、ブロードウェイの黄金時代を制作し、この年一番の人気を博し、1939年まで各地の劇場で続営され続けるほどのヒットになった。これ以後、1931年までの間に数多くのカラー映画を制作したが、各地の観客がミュージカル映画に飽きてしまい、各社がカラー映画の制作を行わなくなったため、 ワーナーも多くのミュージカル映画の制作を中止し、すでに制作した映画をコメディとして宣伝するハメとなったが、テクニカラー社と、あと日本カラー映画を制作する契約が残ってしまっていたため、ミステリー映画初のカラー作品、ドクター X と肉の老人形が制作された。ダリル・カイ・ザ・ナック、リン・チン・チンシリーズ以来多くの脚本を手掛け、プロデュースも行っていたダリル・カイ・ザ・ナックの下で、 大不況の影響を受けていた1930年代は、ギャングの構想を報じる新聞の見出しを切り抜いたような、ギャング映画で名を馳せるようになった。1920年代の都会的で洗練されたスターたちに代わり、ジェームズ・キャグニーや、エドワード・ジー・ロビンソン、ジョーン・ブロンデルなど、乱暴な語り口の労働者タイプのスターを多く、起用し、リアルなギャング路線で成功を収める。 1933年にザナックの退社後は、洗練された路線に変更していく、女性向けメロドラマ、剣撃映画、ベストセラーの映画化などを制作し、ケイ・フランシス、ベティ・デイビス、エロール・フリンラを起用した。ヘイズコード適用以前最も成功していたスタジオの一つだったが、検閲により受ける打撃を避けるために、歴史映画や倫理的、理想的人物を描いた映画などに、 方向転換するが、コード強化以前のスターラは、次第に出番が少なくなり、当時のワーナーらしさや輝きは薄らいでいった。映画タイトルやサイレント映画の字幕などの制作を、パシフィックアートタイトル社所有の独立スタジオで行っていたが、1930年により、ヒュー・ハーマントルドルフ・アイジングというディズニー出身の有能なアニメーターが、自身のアニメーションスタジオを設立。 シュレジンガーもそれに参加する形でアニメーション映画制作に乗り出した。彼らはジャズを使って過激なギャグを交え黒人少年ボスコを主役にしたルーニー・トゥーンズ及びメリーメロディーズなどのヒットシリーズを作り上げた。1933年にハーマンとアイジングが制作環境や契約で揉めてシュレジンガーの元を去った後、シュレジンガーは自身のアニメーションスタジオである レオン・シュレジンガープロダクションを設立し、ジャック・キングやフリッツ・フリーレングらが白人少年バディを主役にカートゥーン映画を作り続けた。この会社はロサンゼルスのワーナー・スタジオ内に設立されたため、実質、ワーナーの系列会社であった。やがて漫画家志望の青年テックス・エイブリーが加わり、ターマイト・テラスという小さなスタジオをシュレジンガーから任されると、ターマイト・テラスは 数々の過激なアニメーションを制作し、バックスバニーやダフィーダック、トゥイーティーなどなど、現在知られる人気キャラクターが、次々と生み出された。1944年、シュレジンガーがプロデューサーを引退し、以後、バックスバニーやダフィーダックは、当社のイメージキャラクターとなるに至っている。カサブランカ1940年代、ベティ・デイビスや、ジョーン・クルフォードらを起用した女性向け映画によって、 娯楽が制限された第二次世界大戦下でも多くの観客を集めた。またハンフリー・ボガートがスターとなり、戦後はローレン・バコールやドリス・デーラが新たなスターとなった。1948年1月5日、パサデナで1月1日に行われたローズ・ボールとローズ・パレードの模様を伝えるニュース映画をカラーで提供し、これが最初のカラーでのニュース映画となった。 1940年代を通じ、ハントラストをめぐるアメリカ合衆国体パラマウント映画裁判の当事者となった。連邦最高裁判所は1948年に審問を行い、映画会社側が敗訴した。この結果、当社を含む5社は垂直統合を禁じられ、配給網を切り離し売却することを強いられた。これがブロックブッキング制度を終わらせ、 撮影所システムの崩壊の始まりとなり、1970年代半ばまで続く、長楽の一員となった。1953年、ワーナーシアターホールディングスは、スタンレー・ワーナーシアターズとして分離された、映画だけで、年間上映スケジュールを埋める、映画館を失った以上、年に多数の映画制作は、不要となり、高い契約キャストやスタッフを抱えることもできなくなった。 創業50年目で撮影所システムの崩壊に直面し、バーバンクの広大な制作スタジオを銀行を中心とした買い手グループに売却した。1956年、スタジオ売却取引が完了した直後、ハリー・ワーナーとアルバート・ワーナーは銀行主導のグループの背後にいた投資家がワーナー4兄弟のマテージ,ジャック・ワーナーだったことを知った。ファミリービジネスだった映画会社を 自分一人の管理下に置いたジャックに大使兄弟は怒り、家族関係に亀裂が入り、以後生涯にわたりハリー、アルバート、ジャックは互いに口を聞くことはなかった。同年、アニメも含む1948年以前の作品を、配給会社アソシエーテッドアーティスツ・プロダクションズに売却する。その後、悪い趣旨、軍曹さんは、暇がない、メーム、おばさん、ジプシーなど、 ヒットした演劇やミュージカルの映画化に再び宣伝したほか、サンセット77、マーベリックなどのヒットドラマを放つテレビドラマ制作部門が成功したことで立ち直った。1958年には音楽出版社ワーナーブラザースレコードを立ち上げてこれも成功させたが、1960年代初頭には映画部門の不審は誰の目にも明らかだった。 スタジオがプロデュースする映画は、ほんのわずかで、ほとんどは、他社との共同出資による映画やインディペンデント映画の配給などであった。1967年、ジャック・ワーナーは廊下と時代の流れに屈し、映画会社の経営と、音楽ビジネスを7800万ドルで、カナダ人投資家のエディオット・ハイマンとケネス・ハイマン、兄弟に売却し、彼らが経営する独立プロダクション。 セブンアーツプロダクションズと合併する。彼らは1956年に作品の版権を買ったアソシエーテッドアーティストプロダクションズの当時の経営者であった。社名はこの後ワーナーブラザースイコールセブンアーツに変わる。2年後の1969年、資金難のハイマン兄弟はスティーブロスが率いる複合企業群キニーナショナルカンパニーの買収提案を受け入れた。 1940年代後半に設立された、記念社者は当初は、ニューアークの記念通りにある駐車場に過ぎなかったが、葬儀場会社により買収合併されて一降レンタカー、オフィス清掃、建設業、芸能エージェンシーと手を広げ巨大コングロマリットを、形成、1962年に株式を一般に、公開した。1967年にロスは、ハリウッドの芸能エンジェシー大手だった。 アシュリー・フェイマスを買収した。アシャのテッド・アシュリーは芸能ビジネスよりケーブルテレビ事業が儲かると考え映像事業へ転身するための資金力あるパートナーを探していた。アシュリーは資金難にあったワーナーブラザースイコールセブンアーツを買収するアイデアをロスへ打診、記者に買収されて以降アシュリーが経営者となり社名は再度ワーナーブラザースに戻った。 1972年に記者は、葬儀場や駐車場の分野は新会社としてスピンオフされ、映像、音楽の娯楽産業は社名をワーナーにちなんで、ワーナーコミュニケーションズに変更した。ロスが来た時に、ワーナーは映画ではなく参加のレコード会社が成長株とされていた。アーメット・アーティガンは、ロスに愛協力すると決めた。モー・オースティン、ジャック・ホルツマン、デビット・ゲフィンが、 ワーナーのトップだった。レーベルの買収などで悪評を残したがワーナーは CBS から首位を奪い取った。社用の映画産業でワーナーブラザーズは低予算で制作本数を減らした体制を選択。また集客力があるスタープロとの提携を進めたクリント・イーストウッド、バーブラストライサンドはその代表格。ユニバーサルの支柱にあったスティーブン・スピルバーグにも接近。 MCA のルーはッサーマンと綱引きを演じた。映画産業ではいち早くケーブルテレビに着目し、アメックスと合弁事業を展開、巨額な資金を投じた。ロスはコングロマリットの総帥として映像、音楽業界に影響を及ぼした。ワーナーコミュニケーションズが M&A によりあらゆる分野に利権を持ち、買収を重ねたビデオゲーム会社あたりを さらに遊園地経営会社シックスフラッグスを買収、当たりは参加に入って、以降、ワーナーコミュニケーションズの利益のかなりの部分を占める、グループの稼ぎ頭になった。しかし、ゲーム市場の崩壊が起こると、ワーナーコミュニケーションズ自体の株価も低落した。これにより1984年には、ルパード・マードックが、ワーナー株を大量に買い、最終的に、 マードックの株をワーナーが引き取り決着するまで互いの攻防も世間を賑わせた。クリスクラフトインダストリーズと株式交換、マードックを退けたが、今度はワーナーの株25%を得てパートナーとなったハーバート・シーゲルとの仲が難しくなった。アメックスと合弁事業で出資していた MTV とショータイムはロスの自慢だったが、シーゲルはこの金の卵をロスから手放せさせた。 両者の争いは5年間に及んだ。老舗のワーナーは良くも悪くもロスにより塗り替えられた。ロスは人当たりが良く情熱的で腹の太い人物とされ、ワーナー幹部たちに自由を与え、それにより取締役会はファミリーとしての結束が形成された。ロスの個性がワーナーの企業風土になり他者との差別化に成功して躍進の一員になった。スピルバーグは 父よりも父であって欲しい人物としており、シンドラーのリストでは、主人公の人物像に、ロスの姿を投影した。ロスの憧れは、ウィリアム・ペイリーだった。彼のように、上流階級に入り、現代美術や、音楽の文化的な保護者になるには、同じユダヤ系でも、ロスの出身は低く、前職の評価は低く、また教養もなかったが、人柄が好かれ、 ロックやアクション映画のスターを友人として扱った。しかし、彼の桁外れの贈り物が彼のポケットから出たのか、会社の金庫から出たのかは、疑問が残るし、会社が株主のものであるという意識が薄かったとも指摘される。側近はワーナーを手に入れた、彼を、ハーシーのチョコレートを見つけた、楽器大賞が気前よく、テカに与える様子になぞらえている。 東海岸のマフィアによる不正蓄財と記入者とのつながりはタイムとの合併時に上品なタイムが懸念するなどロス王国に影を落とした1971年から1987年末までコロンビア映画との共同事業により国際配給を行っておりいくつかの国では同連合は他社の映画も配給していた1988年以降をオルトディズニーピクチャーズと組み 1993年にディズニーが独自にブエナビスタインターナショナルを設立するまで続いた。ワーナーブラザース・スタジオズ1989年派手なワーナーコミュニケーションズとタイムで有名な上流階級的な出版グループタイムとが統合しタイムワーナーが誕生した。出版、映画、テレビ番組制作、レコード、ケーブルテレビを参加に収めた152億ドルの価値を 誇るマスメディア史上最大の合併は世界を驚かせた。統合直後でも不安が募る。タイム社内では机の前に座り笑っているロスの漫画が回された。彼のセリフは俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものだった。1995年、タイムワーナーは CNN 創業者、テッドターナー率いるターナーブロードキャスティングシステムと合併。これにより、 タイムワーナーはターナーが持っていた1948年以前のワーナーのフィルムライブラリーを取り戻したほか、MGM やアーコなどの旧作のライブラリーも手に入れた。一方、アタリゲームズやシックスフラックスなどの事業は売却した。タイムワーナーは2000年に AOL 社に買収され AOL タイムワーナーとなったが、その後 IT バブル崩壊で AOL の資産は減少。 社内の影響力も衰退し2002年、社名がタイムワーナーに戻された。AOL は社内の一部門となったが、2009年12月、正式に分離された。1995年、シカゴの新聞、テレビ網、グループトリビューンカンパニーと、地上波テレビネットワークザ WB を設立。日知市場であったティーンエイジャーを狙った、バフィー、恋する十字架や、 ドーソンズクリークなどの学園ドラマでヒットを飛ばした。さらに、チャームド、セブンスヘブンなどの家族向けドラマの成功で、WB は脚光を浴びたが、三大ネットワークや、それに次ぐ躍進を見せたフォックスとの差は縮まらなかった。2006年、CBS とタイムワーナーは、CBS 参加の UPN と、ワーナー参加の WB の両地上波ネットワークを、解散して新たなネットワーク、 CW テレビジョンネットワークを立ち上げた。映画事業では、1990年代以末に、ハリー・ポッターシリーズの映画化権を買い、2001年の、ハリー・ポッターと賢者の一以降、ドルバコシリーズとして10年間続いた。また有力な監督やプロデューサーが率いる多くの中小プロダクションと共同制作や配給を行ってきたほか、アンブリンエンターテインメント、モーガン・クリーク・プロダクションズ、 リージェンシーエンタープライズ現在は20世紀フォックスと、制作、ビレッジロードショーピクチャーズ、レジェンダリーピクチャーズ、シルバーピクチャーズ、ダークキャッスルエンターテインメントは、その一部、ゲフィンフィルムカンパニー、ラットパックイコールドゥーンエンターテインメントなど、多数のヒットメーカーと組んで、映画制作を行った。ワーナーブラザースジャパンも、参照1993年にマイカルと公弁で、 ワーナー・マイ・カル・シネマズを設立して、本格的に日本国内のシネコン事業に参入した頃から、コンテンツ確保のための放画事業を拡作して1998年に、日本テレビ、東芝と合弁デトワーニを設立し、2000年の昨夜、妖怪伝を皮切りに計4作品を制作して、配給するが、興行は成功せず、2004年に、キューティー・ファニーの制作と配給を最後に、 とワーには解散する。その後も、独自の放画配給を継続して2006年に、配給した、日本テレビ制作の、デスノートシリーズの大ヒットを契機として、本格的に放画に参入し、配給会社のリスクが最小で済む、制作委員会方式の作品の流行りから、配給作品における放画の占める割合が年々、増加している。ホームビデオ事業で国内のファミリー層向けコンテンツを、 確保するため、相棒のような TV ドラマ作品、巨人の星や近代地少年の事件簿のような TV アニメーション作品、探偵、ナイトスクープや志村県のバカ殿様などの人気バラエティ番組の DVD も積極的に販売している。2015年に中国語映画の企画開発、制作、配給を目的として、中国の投資ファンドのチャイナメディアキャピタルと、 合弁会社、フラッグシップエンターテイメントグループを設立する、ワーナーブラザース本社、カテゴリー、ワーナーブラザースの作品も、参照第3世代コディスクにおける、ブルーレイディスクと HDDVD の企画争いは、次世代 DVD 戦争と呼ばれた。初めは、HDDVD 陣営だったが、2005年に、PD r o m のプレスコストが、DVD 並みで済むと判明してからは、 ニューラインシネマやパラマウント映画とともに BD にも参入する。その後は一部のソフトを HDDVD のみで販売したり、HDDVD 独自の映像特典を収録するなど、元々の陣営であった HDDVD に力を入れている傾向があった。トータルハイ、デフという BD と HDDVD の貼り合わせディスクの発案をしたり、パラマウントが東芝と HDDVD への 独占供給を行うという契約を行った後も、長い間両陣営という立場を守ってきた。しかし、2008年1月4日の CS を直前に、BD への一本化と HDDVD は5月までに撤退することを発表し、これにより、一挙に次世代 DVD 戦争は BD 陣営に傾いた。一本化の理由として第一に、 長期にわたって販売数は BD が優勢だったことを挙げ、また長い目で見た映画産業とその健全性を守るためと説明していた。この直接的な影響として2008年2月19日、東芝は HDDVD 事業を全面撤退することとなった。基本的にオープニングロゴとして使われたものには2種類ある。その他、ワーナーブラザースイコールセブンアーツ時代には、 縦風の枠の中で W の右端と7が合体したロゴが使用された。ありがとうございます。